どうも、Bレジェンド影谷でございます。今回はね、こちらじゃじゃん、 Bレジェンドマルトデキストリンのね、まあまあ MD に限らずなんですけれども、まあこう今回糖質の話をね、炭水化物の話をしたいなと思います。まあ炭水化物ね、やっぱり特に減量の、点滴だみたいな感じでね、もう炭水化物ダメみたいに言われることが多いんですけれども、まあ、やっぱり、まあ、そういうわけではなくてね、やっぱりその筋肉の中のエネルギー源としては非常に優秀なものですから、まあやっぱりジャンクなものからね、お菓子とか、ジャンクなものから炭水化物、まあもちろん脂質もかなり取っちゃうんですけど、炭水化物取るんじゃなくて、やっぱりトレーニングをされる方、トレーニーだったら、クリーンバルク、クリーンな食事でバルクアップしたいと思うじゃないですか。だからまあもちろんお肉とかもそうなんですけど、まあプロテインもそうですしね。だからそういった意味ではこういう B レジェンド MD なんかをですね、トレーニング中にね、プロテインと一緒に飲むとかね、ワークアウトドリンクに入れるとか、B レジェンドスポーツ&リカバリーなんかもそうなんですけれども、まあこういった糖質を取るっていうことは、まあ悪ばかりではないと。やっぱりこういう MD、マルトデキストリンに限らずですけれども、まあ糖質取ることによって、まあインスリンが出てね、で、そのインスリンが、まあ栄養の取り込みを良くしてくれたりとか、あるいはまあ血中に、グルコースがあるということは、まあエネルギー源にもなるわけだから、例えば重量を上げるっていう時なんかでも、それだけ大きなパワーが発揮できたりもしますし、まああとは糖新性ですね。糖新性。筋肉が分解するのを抑えてくれますよね。筋中にグルコースがあると、糖質があると先にそっちを使うから、筋分解してアミノ酸を作る必要がないから、なんかそういった意味でも、まあ炭水化物っていうのはすごく大事だと思います。だからなかなか減量期にね、カーブをどんどん入れろっていうのはなかなかこう難しいかなっていうのも思うんですけれども、だけどね、やっぱり減量期でもカーブいりますしね。で、実際、まあ、トップの選手とか、まあ、だけじゃなくてもね、まあ、選手たち見てると、減量期だからって言ってカーブをゼロにしてるかって言うと、なかなかそんなこともなくて、やっぱりちゃんと一定以上のね、体重から考えた、運動量から考えたカーブ量っていうのは入れてるから、で、ただ、まあその食事っていうよりも、まあそうだな、まあちょっと白米取ったりとかする人もいるし、うちのそのね、うちのビレジェンドの上野なんかを見て、まあ彼もボディビルダーで大会出てますけれども、彼なんか見てると、やっぱりトレーニング前中後にやっぱりカーブを入れてるらしいんです。Bレジェンド MD をね、中に入れてワークアウトドリンクとして飲んだり、プロテインとは混ぜて一緒に飲んでるってやっぱり言ってたんで、だからやっぱりその、筋中グルコースが減ったのを補うっていうのも一つだし、やっぱりこうカーボによって、そのプロテイン取ったものの吸収をね、良くしようっていう狙いもあると思うんですけど、やっぱりね、そういう選手の人でもね、しっかりこういった B レジェンド MD とかね、糖質を取ってますし、まあ、もちろん食事からもいいと思うんですね。おにぎり食べるとかね、まあ、ご飯白米食べるとかね、クリーンな食事の中でもクリーンなカーボ、炭水化物を入れようとする時なんかは、本当にこういったものがね、まあ、役立つんじゃないかなと思うので、実践してみてもらえればいいんじゃないかなと思います。まあ、結構ね、使えますよ。いいと思います。ちょっぴりハニー風味でね、ほんのり甘みがあります。なんか柔らかいんですよね、甘みが。砂糖とかみたいにちょっとこう角張った甘みとかね、そういう表現するんですけど、甘味料とかね、いろいろあるじゃないですか。ああいうのをやるとね、香料、匂いのね、香料のメーカーさんとかといろいろ話をするとね、もう、こうね、味とかね、匂いのサンプルいっぱいあって、それいろいろこうやるんですけど、甘みにもね、なんか角がある甘みとかね、いろいろそんな表現するんですよ。丸みがあるとか、柔らかいとかね。なんつったかな、なんかいろいろあるんですけど、結構ね、その、ビルデンの MD の場合は、まあ一番わかりやすい砂糖と比べると、まあ柔らかみのある、丸みのある、角の取れたような、甘みです。うわ、甘いっていうよりも、なんかほんのり甘いって感じです。だから、甘いのね、苦手な人でも結構取りやすいと思うので、まあただね、もちろん取りすぎは注意なんでね、取りすぎ注意なので、まあ、その、計算してね、できれば、取っていただければなと思います。で、分量も、これだけで2キロ入ってるんでね、まあ一回炭水化物量、さっき言ったみたいにトレーニングの時に飲むんだったら、まあどれぐらいかな、まあ場合によるけど 30g とか 40g とか、まあ60とか取る人もいるかもしれないけど、40g だったら50回ぐらい取れると思うので、まあまあ結構で、値段もね結構安いしね、まあ、そういった意味でも使ってもらいやすいんじゃないかなと思います。
まあ、ぜひですね、まあ、トレーニングよし今日は足出しハードにやるぞとかね、そんな時でもいいと思うので、一度ね試してみてもらってはいかがでしょうか。はい、ということで今回は、炭水化物ね、炭水化物は取った方がいいのっていう動画でした。ということでもしよろしければこちらビレジェンド MD もよろしくお願いします。はい、こちら今回の動画の方よろしければグッドボタンよろしくお願いします。あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。